このスタジオ DAG とは違う、まあ、DIVA という名前でスタジオをオープンしたのは2021年になります。弊社は、CG プロダクションとして日本で20年ほど、まあ、歴史があります。主にはゲームの業界のキャラクターですとか背景ですとかアニメーション、まあ、そういったものゲーム全般であったりとか映画の CG、VFX を制作している会社になります。弊社のある場所は今まあ六本木、東京のまあ本当にど真ん中で、六本木のさらにと六本木ヒルズという施設の一角にあります。ここにあることのメリットはまたお客様からもよく言われるんですけれども、この都心だとやっぱどうしても狭くなってしまうっていう覚悟で来たんだけれども、これだけの広さがあるということだとまあかなり十分な撮影ができるということをまあメリットに感じて撮影していただくことが多いです。 DAG は CG プロダクションとしていろいろな案件をやってきたんですけれども、まあ、自分たちでまあコンテンツをこれから作っていきたいっていうまあベースの考えが出てから、まあ、自分たちで必要なそのスタジオも持ちたいというところに考えが移ったのがきっかけですね。今このスタジオにはまあ2つスタジオ機能を持っているものがあるんですけど、まあ、1つはモーションキャプチャーで、もう一つを何にしようかいろいろ悩んでたんですけど、実写を合成する何かのツールを入れようっていう考えだったんですね。で、まあ、LED ウォールとか他のグリーンバックのシステムとかいろいろ検討したんですけど、この CG 空間の中に実写の人物が入れるっていうことと、まあ、そのカスタマイズ性とかトラッキング性能とか、まあ、キーヤーの優秀な感じに感銘を受けたというか、まあ、このツールだったら面白い映像が作れそうだなというのが、まあ、総合して揃っていたツールだったからですね。リアリティで一番いいのはやっぱリアルタイムにそのイメージがすぐ見れるっていう部分と、案外スペックはそこまで大きいスペックじゃなくても、そうですよ、素材別に映像を撮れるっていうのはやっぱり利点だなと思います。うちのスタジオでは、まあ、床と壁の色がちょっと違うんですけど、それの状態でもリアリティではすごい簡単に、特に細かいことはせず簡単に抜けてくれるので、すごい調整とか一回もしたことはないですね。でも見に行って、まあ、印象的だったのはまあ、しっかりとしたスタジオでのデモンストレーションではなかったんですけど、もう本当にオフィスの一角にグリーンの布を引いた設定で、まあ、照明も多分十分ではない数しか置かれてなかった環境で、まあ、ものすごくこうグリーンが綺麗に抜けてた、髪の毛も綺麗に抜けてたし、細かい設定をしているようには、まあ、そのデモンストレーションでは見えなかったんですけど、その状態で綺麗に抜けてるということは、まあ、しっかりとした、まあ、多分スタジオの環境だったら、まあ、もっとこう突き詰めることができるなと、まあ、可能性をすごく感じたことが、まあ、非常に印象的でした。うちのスタジオの場合、クライアントからお話が来た後ミーティングをして、その後デザインを書いて、で一回クライアントにチェックしてもらって、でその後に、それと同時並行でクライアントにアニアルのマーケットプレイスでイメージに近い背景を選んでもらって、でそれを購入して、でうちでリアリティで動くように最適化をして、お客様から問い合わせがあってからデザインしたり、まあ、データを確認してもらったりで、撮影までにかかる時間がだいたい1週間で終わる感じになってますね。今までこう使っていた、まあインタラクティブなゲームエンジンとかと比べると、リアリティエンジンはマーケットプレイスとか、まあ、操作性とかがとても便利で、制作時間自体もこう短くできるという利点がありました、ね。はい、今この DIVA で一番多く取り扱っている案件は、割合としてはミュージックビデオが一番多いですね。歌を歌うアーティストの方がこの場で歌って踊ってもらって、その背景が CG、 我々が作った CG だったりとか、アンリアルの方で公開されている背景をちょっとカスタマイズしたもの、そういった背景を合成するという案件が一番多いです。テレビドラマの空想シーンであったりとかっていうものも過去には撮影したことがありまして、
その場合はまあ、ドラマに出ているタレントさんがこちらに入られて、一部背景は立て込みというか、まあ、その例えばベッドであったりテーブルだったりとかっていうものはここに置いて、それ以外の空間が、CG の背景、その実写の背景のプロップと合わせて CG 背景を、制作してドラマのワンシーンを撮るというものも、他にはやっております。まあ、アーティストの方とかはグリーンバックの撮影慣れているんですけれども、一番その多い反応というのはですね、リアルタイムでそのカメラの動きとか自分の背景が動いて合成されているっていうものがその場で確認できるということに非常に驚くパターンが多いですね。グリーンバックですと多分撮影されて後で CG が合成されるっていう工程はなんとなく経験されている方が多かったりとか、まあ、映画のメイキングとかでご覧になったことがある方が多いんですけど、その場でリアルタイムでカメラの動きとか CG の動きとか髪の毛もきれいに抜けてるっていうことがその場で見られるっていうのは結構皆さん初めての体験というのが多くて、まあ、そういう驚きが一番多いと思います。まあ、もっともっとハイクオリティな作品を世に出して DAG がどんな CG ができる、ディーバがどんな撮影ができる、まあ、そういうものがどん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 、広く知られて、より高いクオリティの映像作品を世に打ち出していければいいなと思っています。